はい、どうも、水谷本です。お願いします。では、毎週頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンタです。お願いします。よーす。ということで、はい。なんと、何ですか。唐揚げくんから水溜りボンドの味が出ました。すごい。すごいよ。水溜りボンド×唐揚げくんっていうのが、存在する世界線に生きてるよ、今。いや、来たね。いや、びっくりするよね。その世界線だったこと知らなかった。知らないで歩いてたら、その先に唐揚げくんがいた。こちらです。いや、マジすごいな、これ。これ一応僕が味を監修させていただいて、濃厚カルボナーラ味、本当に納得いくまでやらせてもらって。2回ぐらいですか？いや、2回とかじゃないです。2回とかではないですけど。2回とかじゃないです。視聴者さんも僕らが作る料理とかを、うん、なんか試しに作って美味しいとか、うん、そうやって思ってくださる方はぜひ。絶対美味しい。何ですか？今日は唐揚げくんを100個用意しました。そうですね。見ていいですか？はいはいはい。いや、すごい、うまそう。大食いしていこうかなっつって。うわ、うまそう。リベンジ企画ですよ、言ったら。今マックス腹減りでしょ。びっくりするぐらい腹減ってる。マックス、お腹痛いもん、腹減りぐらい。いや、もう本当に勘弁してくれってぐらいお腹空いてる。いや、俺今本当に倒れるぐらいお腹空いてて、うん、これ昔は無理だった。でもあん時は、うん、僕あの枝みたいな。あ、そうなんだよね、体型だった。2センチしかなかったからね、お前はその幅で言ったらね。本当にそう、うん、あの頃より食べれるようになってるし。まあそうだね。トミーも絶対に食えるよ、もう。YouTube に対する気合いも違いますよ。僕もだってあの時よりも絶対食べれるようになってます。はい、大食いを経験してきてる。はい、いけます。いけます。これでしょ、これが、うん、これが、うん、50個でしょ、うん、無理じゃない？なんなんさっきは。ハンドルめちゃくちゃ切って。でもまあそっか。でもこれだもんね。これ分が入ればいいんだけど。いや全然でしょ。あ、余裕でした。こんくらいだよ。ん？多いな。ちょっと食べていくか。いきましょうか。はいはい。まずいきます。あのね、うん、ポイントとしては、うん、めちゃくちゃカルボナーラにした。できる限りカルボナーラにした。でも唐揚げなわけでしょ。唐揚げ の食感で周りの味をめちゃくちゃカルボナーラにした。あ、僕ちなみに辛口評論家です。あ、そうなんですね。なかなかうまいって言わないんだ。あ、そうなんだ。ちょっとじゃあいただきます。はい。めちゃくちゃうまそうだな。いや、もう言ったやん。あ、わかんないですよ。うん、いただきます。はい。うんまっ。いけるじゃん。いただきます。あー、めっちゃ美味しい、これ。これめっちゃ美味しい。本当にカルボナーラだ。カルボナーラだよね。え、これもう全部食っていい？これ。どうぞ。まあ、今、一個思ったのが、はい、ちゃんと噛んで食べた方がいい。なんで？だってお腹の中で、ゴツゴツしたものがこう、唐揚げの状態でなってたら、膨れちゃうじゃん。ちゃんと噛めば、うん、あ、砂みたいになるから、うん、絶対そこは頑張った方がいい。でも満腹中枢上がっちゃうし。あ、え、噛んだの？うん。あ、イラスト入りの唐揚げが隠れているかも。そういうことですね。はい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 。あの、当たりで水溜りボンドの当たりを作りました。すごないそれ。どうやってやるの？おぉ来た。すげえ、これあるんですよ。おい、これ作れたの、俺だから、その企画会議の時に、うん、これめちゃくちゃ楽しいでしょ。そう、なんとかして当たりに俺らを使えないか。すごい。こちらがカンタです。うん、やばない。あと2種類あるんでね。2箱食いますね。もう2箱食いました。あとカンタ、はい、食いました。余裕じゃない？マジで余裕でした。とりあえず5個ずついく。いや、パーティーじゃん。こんなんも余裕じゃんね。ね、次の5いきます。うん、もうそのまま全部いってない。いや、ちょっと押し付けてるじゃん。次の5個いきます。うん、やっぱ俺のさ、やってることって世に出ないじゃん、あんまり。まあね、何やってんだろう。うん、なんかミーティングって何してんの。確かにこういうのをやってます。確かにね。うん、トミーが言わなかったら国連にはなってないんですか。そう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 、すごい。そう、いや、ちょっと待って、そんなにさ、人のさ、お腹でさ、テンション変わる？お腹すいてる時と食べ始め、あんな楽しそうだったのにさ。5個ぐらいここに入っただけで。
分食べ終わりました。すごいよ、半分目する、半分目でうわ、もうね、もう人として良くないなって今俺自分に対して思ったことがあってあってね、うん、今すごいね、小さい唐揚げくんを選ぼうとほぼ同じ大きさなのに、まあね、唐揚げくんなんてそんなに大小ないんですよ、うん、でももうね形4パターンぐらいらしいですよ。少しでも小さいのあるんじゃないかって思ってて、うん、選んだの、もう小さい人間です一番どの唐揚げくんよりも小さいわ。でも半分いったんだどうですか、半分いった感想は。富士山で言ったらあと4歩で着くだろ、頂上。まあまあね、5合目って言ったらバスで行けるとこだからね。いや、そう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 、ここからが本当の富士山って。いやいや、じゃあ最初からそうしてくれよって。なんで5合目までバスで行けんのにそこ5にしちゃうの。なあ、そ 1にしとく。そこ0から1に変わるとこいい。こっちの気持ちとしてね、そうそう、もう6まで来たかなってなっちゃう。そうそうそう、そっからね、何から何が長いみたいなんじゃないですか、うん、何あれ誰が決めたの、何その何から何まで長いみたいな。富士山かわいそうだったな今何にもしてないのに25いったよ。俺30いったよ。だもう55いってんの。おい休もう。あと45。俺もう5食うわ。あともう5いけよ。いや、あ、じゃあめちゃくちゃ俺がお楽しみシステムで作ったり。何それ、何もお楽しめないよ今俺。この5つの中に、はい、1個、うん、新しい焼き肉。おっ、俺でもない、カンタでもない焼き肉気になるよ、食うわ。どんどん食ってます。ほ、外れ、外れです。はい、俺今15く見れるから、見れるから、見れるから。あ、だけど、次食べる、次食べる。ハズレ食ってる時間やばいね。ハズレじゃないって、当たりと普通しかないね。なんでハズレっていうの。許せないな。なんでだよ、なんでだよ。やっぱり許せない。いや、楽しめるようにしててあげてるわけじゃん。怪しい。作為を感じ始めたよ。なんでめっちゃでけえし、こいつ。いや、でけえとかねえから。でけえとかねえから。ラスト。おー、すごい。アイコンのこと？アイコンです。すごい昔の。おいしい。はい、2人とも6番乗り使いました。お疲れ様です。お疲れ様です。2時なんで、うん、1時間3時集合で、3時集合で。お疲れ様です。あ、どうもすごいな、めちゃくちゃリラックスしてるなこれが一番楽な体勢。じゃあちょっと電気消しておきますね。消そう。俺普通に自分の部屋の布団で寝てくるわ。いやもうガチじゃん。寝てくるから。いやお前自分の部屋行くのはガチすぎる。いや待て、今休憩明けでしょ。絶対できるでしょ。絶対できる。でもこれ食ったらあと10個になるよ。さあお前やばいよ。お前それはやばいって。1個だよ。1個だよ。こういうことだ。俺ら毎回その結論に出すんだよね。今回のこれは違うと思うわ。さすがに1個だよ。これは3つ残った。3つ残ってる。こいつ2個いくんだけど、マジで意味ねえ、マジで意味ねえことしてる。こいつ一番意味ねえ、世界で一番意味ねえことしてる。5個食ってるみたいでも2個だよ、3つ残ってるから。もう40いったでしょこれ。俺40いった。あと10個だ。どのタイ
イミングで食ってんだよ。じゃあ行こうか、ピクニック上に。うん、あ、なんかいた。え、見ろ見ろ見ろ、放課後の川辺じゃねえんだから寂しい。疲れちゃった、ね、休んだから。休んだせいで疲れるっていう現象って本当にあるよね。あれちょっとちゃんと研究した方がいいよね。ね、ちょっと寝た方がなんか体調悪くなるみたいなのあるよね。あ、え、水ボン焼き。おー、すげえ、ちょっとテンション上がったわ。ありがとう。水ボンのマーク、はい。いや、感動とかを何もない状態でゴールすな。感動とかしない状態でゴールすな、お前。ラス3000部僕食い終わりました。すごい。じゃあ僕ラス1食べます。おはようございます。100個食べられました。はい、ということで100個食べられました。食べ切りました。はい、いや、マジで屋上行った意味ない。まず寒かったな。ちょっとね、動画の最初と最後でテンションま、ちょっと変わっちゃったんですけど、今マックスになってしまってるっていう状況ですね。そうですね、現在ね。なのでせっかくなので、うん、ぜひ手に取っていただきたいなっていうのと、今ローソンで唐揚げくんとウィルキンソンを買うとポンタカードにポイントが貯まるんで、はい、でそれによってクオカードとか、おとクッションだったり、一番上の賞だとトークライブが当たります。みんなのね、応援のおかげで、はい、普通に買いに行きます。まあ、で一旦、今日明日は食べない。まあね、見るのもちょっときつい状態なんで。概要欄に、うん、このキャンペーンの詳細とかね、うん、貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで以上、今日のミスターアイオンでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日。ありがとうございました。